こんにちは、ショルダーシャック広島チャンネルです。今日は何かというと、問い合わせが、一件あったんですよ。一件あったんで動画にします。何の一件あったっていうか、やっぱ僕らやっぱトラッキンとバイクじゃん。トラッキンバイクじゃん。トラッキンバイク、トラッキンバイクね、結構やっぱいいねっていう人 おるんよ。まあ多いね、うん、だけ俺もさ、俺も愛車とかでさ、バイク取り行ったらさ、おすごいねみたいな感じ結構言われるんよ、うん、だけどね、なんかおすげえやろみたいな何のマウントで、その中で、自分もバイク買って将来トラックちょっと積んだりそういうのしたいですって人もやっぱおったんよ。でその中でもさらによ、もうラダー、これ何使ってるんですかっていう質問がね、大丈夫。ラダマイク入らんけん大丈夫です。そうなんです。ラダ何使ってるんですかっていう声がめっちゃあったんですよ、めっちゃっていうか1件あったんです、でそのお答えしていきます。はい、もう担当作りに言います。このラダは、はい、見てください。アマゾンとかにある安いやつです。これ安いやつなんですか、これ安いやつ。大丈夫なんですか。大丈夫かって質問は裏見たら分かるんだけど、こうとか溶接してくっつけたんよ割れるけ、ここがこうやって。こっちはもともと最初からしてあるやつ、元からしてあるやつ。こっちがここら辺割れとるじゃん、こうとか。だから追加で粗いやつが、そう俺がくっつけたやつ、あとでてて、これ割れた件つけた。そう、ここ割れるんよ、ほらこうやって割れるんよ。ほんまや。でここ、こう見たら分かるけど、こうへこんどんよ、これが。ここ分かる、ここが割れるんよ。こっち側だいぶ使っとるね。乗せるときに右側で乗せるけんね。こんな感じで割れるんよ。でもアルミだけ、アルミ溶接すればいいんだけど、でも溶接は溶せんくない個人はくっつける。でもできんくはない。で多分動画とかはなってないけど、ハーレーのツーリングモデルとかあるじゃん。あんなん俺乗せるじゃん、これで。全然乗せるね。だけどあれとかでも結構いけるん、余裕で。余裕じゃないけど、割れとるけど多分余裕じゃないんだけど、乗すことはできます。だけどショベルとかね、チョッパー系だったら軽いけさ、全然余裕かなって感じです。であとこの折りたたみのやつ、折りたためると荷台で場所取らんのよね。取らんね。でもやっぱ強度的には折りたたみじゃない方がいいですね、やっぱり。折りたたみじゃないってでもきつくないですか。一本ものやつ、一本もって。でけハイエースのロングとかだったらもう一本ものの方がいいと思う。乗るけんね。乗せる車種にもやる。ツーリング系とかを乗せるんだったら、とか現行車のねでかいの乗せるんだったらごつい方がいい、やっぱり。ここに乗せて揺らすわけじゃないっけ、これ通るだけでいけ、そんなに荷重かからんけど、ごついやつの方がいいです。でもそんな乗せやるん？乗せん。これ1万円ぐらい、アマゾンとかで多分。で、見たら分かるんだけど、ここに真ん中に棒があるやつない？真ん中に棒がある。そう、こうしたときに、ここにこう棒、つっかえ棒が。元はついとったんや。ああ、そういうこと。元はついとったってこと。でもそれは邪魔なんで外しました。大丈夫なんですか、それ外しても。あった方が多分いいんだけど、だって強度的に。そうこれたわむけね、こうやって、でもあれがあると、なんか使いにくかった。それはもう一個人の理由よね。分からんすよ、それはもう人それぞれ、なくても乗せれるなら乗せる。でもやっぱこうやって割れるかもしれないっていうのがあるかなって感じで。あったようにこうラダーもう一本やるっていうのね、あったじゃん。あれはこれ乗ったら分かるんだけど、大丈夫よねこれ。大丈夫かな、これ。俺の車じゃなきゃ怖いんよね。これへこんだけ大丈夫。分かるけど、こうなんちゅう、分かる、踏ん張れんのよ、重たい車種に対して、ハーレーとかって結構重たいけ、こうなった時にもうここができんじゃん、これが。分かる、怖いね。でけ
広いやつならいいと思うけど、はいはいはい、1枚も2枚貼って行きた乗るのはちょっとまあ俺は怖いかなと思う。じゃあそこ乗せるとこ高さがあったらなんかもうブロックみたいなの、あ、そう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 、なんかこういうなんていうの階段みたいな作って、洗面器じゃないわ、何回ないお風呂場にあるじゃん、なんか足、ああいう足しっかりしたやつをドンと置いた方がいいと思う。風呂になんかあるの方がこうしっかりこう踏まれると思う、うん、じゃないとやっぱ怖い、ちょっとまあね高い、まあこんぐらいの高さだったらね、うん、まだいいっすけど、うん、あのハイラックスでもやっぱ高く感じるっすもんね。高い、これ低いね。一回自分でやったことあるっすけど、うん、なんだかんだ結構足上げんと登れんっすもんね。大丈夫、こんな感じです。でラダー気になる人はまあ買ってやってみてください。ちなみにこのバイク結ぶやつは、はい、タイダウンですか、うん、タイダウンってやつありますね、はい、僕はこの安いのを使ってます。安い高いって関係あるんですか、やっぱ。あ、これちょっと違う、これ引っ張るだけだ、これは引っ張るだけのやつ。まあ高い服って、まあ、こういう服ついてる方がやりやすいじゃないですか。ああ、そういうこと、その違い、それぐらいだね。まあよくはこれとかね、こうやってこれはちょっとあれだけど、これはちょっと安いやつだけど、まあ、でも安いやつでもできてるってことでしょ結局。うん、まあね、通してこう引っ張るだけ、引っ張って回すだけ、こうそれどんどん、うん、回るけどね。ああ、そういうことね、うん、こんなんで大丈夫です、こんなんで大丈夫です。まあ、あとなんかよくロープとかでやる人もあるじゃん、こうぐるぐるって。ロープ、うん、あれはちょっとやり方わからん。ロープってあのよくトラックとかであれ結んだりする、あれあれあれ、あでやる人もいる。あれね、やり方わからんけ、対談で僕はやってます。まあ、基本こっちでしょ、だって言っても大体ね。他なんかありますか、他、うん、実際にやってるの見たいわ。何よ、タイダウン。タイダウンはちょっとこれはちょっとできんけんね、これはできんかったけんね。まあ一回やっとるけんね、俺は分かるけどね。また今度また別便で撮ろっか。じゃあこっちも見てみよう。どうした、やっぱ高いね。高いよ、だってほらこうなるもん。何でもありやね、自分のは。ちょっと向けとって、あっち向けとって。いきます、いきます。飛べ飛べ一緒に。何の尺やねん。まあ、結構高さがあるね、これぐらい。高いよね、うん、あっちに比べたらね。やっぱ下げた方がいいんじゃないですか。いやいや、これぐらいが高いし、高い方が山も走れんけど、こっちの方が走らんやろ。絶対走る仕様じゃないわ。なんかごついね、こっちの方が。こっち、ちょっとなんかしっかり見える。そんな感じで今日はいいんじゃないですか。でまあ、ラダーとか、ね、使いたい人は、ね、もし分からない人は、ね、DM ください。僕何でも答える系 YouTuber なんで。いい、まだまだ、あの8分超えたらさ、手上げてよ、撮影の途中いつも。合図決めとこうや。いや今9分いってるけど、多分使えんとこも結構あるけど。あ、そうな、まあ、トラックで、はい、バイク乗せるじゃん、はいはい、壊れたりとかなかったんすか。言ったやん、お前。いや覚えとらんけ。あの、ここがへこむとか。あ、ここはへこむ、100% 弱いけど。絶対絶対弱い、だってこんなに動くんよ。確かに、これへこむ、この最強のバー入れたりね。寂すぎやろ。ゴミが多いね、今。これ、昼のお好み焼きのゴミ置いたね、ここに。誰やねん。
誰前だ。じゃあまだ雪も残っとるけど終わりにしようか。うん、じゃあトラックとバイクは相性抜群パート2でした。ありがとうございました。